Hey guys. Hey guys. Hey guys. Let's do another one. Hey guys. Welcome to 10 Minutes English with Reiko. こんにちは、レイコです。10分英会話へようこそ。今回は未来形に関する質問に答えます。Will は話しているとき、その場でよし、これやるぞ。決めたとき、 be going to はもともと決まっていたこと、以前から計画していたことをよし、やるぞというときに使います。例えばレストランで注文をするときに何を注文していいか迷うことってありますよね。そこで店員さんにおすすめの料理を聞く。 Do you have any recommendations? で、じゃあそれもらいます。そういうときはこういうことができます。 I'll take it. I'll try one of those. とか I'll have it. いろんな言い方があるんですが、ここで will が使われるのはこれじゃあ食べますとかそれ注文しますっていう決断を話しているその時にしたことですよね。なので I'll try it とか I'll try one of thoseと will を使います。ただ No.68 のビデオで言ったように will と be going to を入れ替えて使ってしまってもちゃんと伝わります。ネイティブスピーカーは気にしません。 No.70 のビデオの中で私からみんなにこんな質問を投げかけました。 What are you doing for Golden Week? ゴールデンウィークに何をしていますか、何か予定はありますかという質問なんですが、ここアメリカでは6月中旬から夏休みに入る学校がとても多いので最近はこんな質問をよく聞きます。 What are you doing for summer vacation? またこの質問は Do you have any plans for summer vacation? と全く同じ意味です。その答え方は5つあります。例えば夏休みカリフォルニアに行く場合は I'm going to California。 カリフォルニアに行く飛行機のチケットを取っていても取っていなくても自分の中で行くぞと決めていれば I'm going to California ということができます。また I'm planning a trip to California でも OK です。多分カリフォルニアに行きますっていう場合はI'll probably go to California とか I think I'll go to California ということができます。ここで will が使われているのは今話している時点で確実にカリフォルニアに行くことが決まっていないので、まだはっきりしないけどそんなつもりです。そんなニュアンスが伝わります。 I'll probably go to Californaとか I think I'll go to California。 夏休み働かなきゃいけない、そんな人もたくさんいると思うんですが、そんな時は I'm working、 I'll be working、 I'm gonna be working、 いろんな言い方があります。ここで working、 ing を使っているのは夏休み中ずっと、せかせかと働いている、そんなニュアンスを込める場合は ingworking を使います。夏休み特に予定なしっていう人もいますよね。そういう場合は not much とか not a lot、 nothing exciting、 nothing particular、 いろんな言い方があります。最後に夏休みは家でゆっくりするっていう人もたくさんいると思います。それを staycation、 英語では staycation と言います。家にいる、staying home の stay と vacation を合わせて staycation。 なのでこんな風に言うことができます。 I'm taking a staycation、 I'll take a staycation、 I'm gonna take a staycation とか I'll be taking a staycation、 いろんな言い方があります。どんな風に表現するのか、未来形をどんな表現を使って表すのかはすべて自分の気持ち次第です。
No. 70のビデオの中でこんな表現が出てきました。I'm going on a date. I'm going to go on a date. Yeah, I'm going to go to the movies. でも間違ってはいません。ただ、I'm going to go to どこどこだと go が2回重なって出てきますよね。なので、言い方をもっとシンプルにすっきりさせるために I'm going on a date とか I'm going to the movies と言っているだけです。会話では簡単です。例えば飛行場のチェックインカウンターで今から、カリフォルニアのロサンゼルスにある LAX に向かう。そんな時にカウンターでこんな質問をされることがあります。Where are you flying? Flying の fly は飛ぶ、飛行機で飛ぶ、つまり飛行機でどこかに行くという意味です。つまりこの質問 Where are you flying? はどの飛行場に今から向かうんですかという意味です。でもちろん答えは To LAX。 ここでは設定がはっきり決まってますよね。なので Where are you flying?と言われたときに進行形かな未来形かなって迷うことはないと思います。 Thank you for all the questions. 未来形に関する質問ありがとうございました。 Bye!